2時間54分お疲れ様でございました。お疲れだと思うんですね。で、私もね、始まりまして、日本語で話し出したもんですから、あれと思ったんですけども、あ、これはやっぱりこれ2時間54分全部英語で皆さん字幕を追っていたら今からもう疲れてくんないなっていうところですから、あ、これもいい方法だなと思って、新方式ですね、はい。一番最初の3人の実在があるのはお気づきになりましたか？あっという間でしたけどね。はい、まあ、そういうわけで私も時間も皆さんの、ね、外の日になるでしょうから、いろいろと お話ししたいことを用意してきたんですけれども、まあ、割愛をいたしまして、大事なポイントだけをお話しさせていただきたいと思うんですが、やっぱりそれはこの映画がね、どういうところが魅力なのかということを3つほどお話をして終わらせていただきたいと思いますが、まず1つ目の魅力、この映画がですね、本当にこの半世紀を経てもこのように皆さんに愛されている、その中心になることの、まず一つ目は、なんといっても音楽だと思うんですね。サウンド・オブ・ミュージック。ミュージカル映画の中で、これほど老若男女、多くの方々に、子供も大人も愛されたミュージカルというのは他にありません。全世界で最も知られているミュージカルです。で、リチャード・ロジャースとそれからオスカー・ハマンスタインというのはこの2人のコンビでもってですね、皆さん映画のタイトルでお話聞いたことがある方がいらっしゃると思いますけれども、例えばオクラホマとか回転木馬、南太平洋、王様と私、そんな数々 のミュージカルをヒットを飛ばして、2人のが最後に、コンビを組んだ最後の映画が実はこのサウンド・オブ・ミュージックだったんですね。どうでしょうか、前編に2時間54分の間にいろんな場面で、歌われてまいりましたけれども、振り返ってみたいと思うんですが、冒頭 のマリアがですね、ザルツブルクのオーストリアの丘陵広い広場の方で歌う歌、あれが主題歌のサウンド・オブ・ミュージックでした。あれが1曲目。それからマリアが修道院を出てトラップ家のあの広い邸宅に向かうところ間に勇気を持って自分を励まして歌う歌、自信を持って、あれが2曲目、そして、お宅に着いてからですね、彼女と一緒に、長女と一緒に歌う歌、もうすぐ17歳、覚えてますかね、あれが3曲目でした。それからどうでしょうか、私のお気に入りというとっても楽しい歌もありましたけれども、それが4曲目、そしてだんだん仲良くなって、そしてピクニックに出かけて、同じ野原で歌うのが、あれがドレミの歌ですよね。この曲がおそらくこの11曲のこの映画の中で歌われている曲の中でも一番ヒットした歌ですよね。この映画で歌われたということを知らない人でも、どんな人でも、ドはド、夏のドってみんな知ってますからね。あれが本当に素晴らしい歌でした。そして、今度は7曲目に流れたのが、男爵夫人、結婚を解消しましたけれども、彼女を喜ばせるために、一家でもやった人形劇、楽しかったですね。あれ最後も出ましたけれども、一人ぼっちの羊飼い、これが7曲目でした。そして、パパもぜひ歌ってと言って、彼が男爵から歌うのが、エーデルワイス。本当に心に染み渡る歌ですね。一番最後に祖国への愛を込めて、本当に彼がもう胸が詰まってね、歌えないのをみんなで助けて歌いましたけれども、なんかさ、この先生にお聞きしたんですけれども、あのエーデルワイスがこの地区で有線放送で流れてるんですってね、素晴らしいですね。それがこの皆さん、こんばんは、実際の映画の中で聴けたわけですけれども、エーデルワイスが8曲目でした。そして、9曲目は例の一人一人消えていく、お休みの挨拶ですね、さようならごきげんよう、9曲目これで第1部が終わりまして、第2部に入りまして、全ての山に登れというのを院長先生が歌ってあげます。そしてね、あなたはね、結婚していいんだよということを教えてあげます。それが全ての山に登れ、それが一番最後にももう一度流れますよね。感動的な歌です。そして最後の11曲目というのは、私のお気に入りという歌です。子供たちがお父さんに怒られてね、歌を歌って元気を出そうと思っていると、私のお気に入りと歌うという歌を歌うマリアの声が聞こえてきます。で、この11曲の曲が随所随所に繰り返されて、この音楽を映画を盛り上げております。第1部の魅力は音楽でした。そして、この音楽というのはですね、結局何が素晴らしかったかというと、厳格一筋でいたトランプ男爵が本当にこの
マリアに来ていろんな歌を教えてくれて、それで第一部の最後のところに感動して、子供たちと抱き合うところがありますよね。エデルマス歌った後で、音楽はあなたはこの家に音楽をよみがえらせてくれたと男爵は言います、ね、音楽が一家の絆を、家族の絆をよみがえらせてくれたわけです。で、二つ目に考えたいことは、これはやはり信仰ということですね。まだキリスト教のことを慣れていらっしゃらない方々は、クリスチャンとはどんな考え方をするのかということで、ちょっと耳には馴染まないかもしれませんけれども、私たちは信仰ということをやっぱり考えます。どんな映画を見てもそのことを私たちも考えるんですけれども、信仰というのはもちろん目に見えない神様を信じることなんですが、その神様を信じるがゆえに、本当にですね、人を信じることができますし、それからまた神様にあって、どんな時でも神様は最善をなしてくださるということを、神様の御心というものを心から信じて生きていきます。で、ともするとですね、クリスチャンじゃない方々、キリスト教会いいんだけどちょっと堅苦しいよな、あれをしちゃいけない、これをしちゃいけない、いろんな規則がいっぱいあるよな。でも本当はそうじゃないんですね。本当の信仰というのはこの頭の中だけのものじゃないし、それからまた観念的なものでもないんです。それを映画の中で示してくださったのは修道院長でした。院長の姿、本当に私は素晴らしいと思いました。何と見てもというのは、一つはですね、マリアが悩んで、私はこの身を神様に捧げようと思ったのに、男の人を恋してしまった、どうしていいかわからない、悩んだ時に院長だったとします。マリア、ね、神様への愛も、それから異性を愛する、人を愛する愛も同じなんだよ、どちらも神聖なんだよってことを諭してあげます。で、マリアはそれで決心がつくわけですね。格式修道院というある意味規則だらけの生活の中でも、院長の頭の中、心の中は本当に信仰とはどういうものなのかということでよく分かっていらっしゃいました。その院長に教えられた修道女の方たち、その院長に教えられたマリアたち、この院長にして修道女たちありと思わせたのが最後の面白いエピソードでしたね。ナチスドイツが追いかけようと思って車のエンジンをかけてもかからない、どうやってもかからない、ね、院長様罪を犯しましたと言ってね、目の前に出したのは車のエンジンの発火装置でしたよね。あれを見てですね、本当にもちろん私たちクリスチャンというのは神様を悲しませるような罪を犯したくないと思うんですけれども、本当にそれが必要なことであれば罪を犯すんです、ね、それが本当に人を助けることであれば、中にも本当に生きた信仰、頭の中ではなくして現実が厳しければ厳しいほど、その中で生き生きと働く信仰の姿というのを私は見せていただきました。そのような信仰が本当の意味で正しく神様に喜ばれるように働かせる原動力になるものは何か、3つ目のポイント、最後のお話ししたいのは、それは愛です。信仰を本当に働かせてくれるものが神様の愛なんです。聖書の中にこういう言葉があります。これら一切のものの上に愛を加えなさい。愛は全てを完全に結ぶ帯であるという言葉が聖書の中にございます。愛、全てを結ぶもの、まずこの愛は一家を音楽で結びつけました。音楽が愛と共に働きました。あなたは音楽をこの家に蘇らせてくれたと男爵は言いましたけれども、その本当の姿というのは、冷たい、本当の意味で愛のない厳しさ、規律だけの一家の中に音楽を通して愛を蘇らせてくれたんですね。愛は全てを結ぶ帯です。そして二つ目は、愛はこの信仰をも身を結ばせるものなんですね。もう聖書を読みたいと、もう一箇所を読みたいと思うんですけれども、こういう御言葉がございます。キリストイエスにあっては、割礼を受ける受けない、難しい言葉ですけども、これはつまりただ闇雲に規則を守るとかそういうことは問題ではないんだ。大事なのは愛によって働く、愛によって働く信仰が大事なのですと言っています。同じ箇所には続けましてですね、こうも言っています。その信仰というのは自由を与える、ただその自由を自分勝手なことに使わないで、愛を持って互いに使い合いなさい、使い合いなさい。信仰を本当に働かせるものは愛なのです。この映画の魅力、
皆さんは何度もご覧になった方もですね、こういう観点からご覧になったのは初めてかもしれませんけれども、音楽、そして信仰、そして愛、この3つがこの映画を不朽の映画に仕上げました。そしてこの3つの要素を私たちが日常の生活の中で考えていくときに、疑う生活、そして本当に信じるべきものを信じて、その信仰に立って、信念に立って生きていく生き方、そして何よりも相手の人との立場に立って愛を持って生きていく生き方、この3つがあるときに私たちの生活も本当に素晴らしいものになっていくのではないでしょうか。長話をいたしました。本当に今日はありがとうございました。失礼します。